けど、ちょっと言うときゃよかった。人の気持ちが分かる人が好きっていうのは自分に非がある。全ては自分の心の持ちようだと思います。おー、誰かと思った。え、どうしたの？本日の講演は、記憶をコンセプトとしております。記憶をコンセプトとしておりますが、お袋の味だとか懐かしい味というのもございますでしょうか。皆さん何かありますか？懐かしい味疲れてる。お母さんのご飯、お母さんのご飯、どういうご飯ですか？お肉。お肉。ちょっとお肉。え、何？何？お肉なの？そうなんですか。お肉って書かれてる。Am I you fuck? 母さん、私は遠くへ。My darling, おがさん、I'm strange, おがきど、Everybody is dancing.Don't throw away. This is my name. Luke. Luke. I am here.I'm just waiting for you, my love. God's ready to welcome your own. I was waiting for you, like your face to the walk. Our house is left in the past. I must leave the past.シソとゴマです。トマトです。ナスとトマトが好きです。わさびの効いたお刺身ですね。寿司とラーメンです。じゃがいも。何か好きな食べ物の何ですか？お寿司。お寿司、はい。お金をじゃらじゃらずっと鳴らしてたのが本当に嫌でした。自分に対してイライラすること。どんなお仕事が将来したいのとお客さんに聞かれたので詳しく話していたら、そんなくだらない仕事はやめなさいと言われたことです。フェイスブックとかで見たくない写真見ちゃ
モテそうな人が大事です。人の気持ちが分かる。中性的な人です。いろんなことに好奇心があって知識もあって、おしゃれで、長い。はい。どんな人タイプですか？余計のある人。余計のある人。はい。記憶とは2つのカテゴリーに分かれます。1つは真実記憶、もう1つは真実記憶です。真実記憶とは言葉で表される記憶のこと。真実記憶はさらに2つのカテゴリーに分かれます。1つはエピソード記憶、もう1つは二次記憶です。エピソード記憶とは、誰々とどこで何をしたななんて物理的な体験のこと。意味記憶とは、言葉の意味の記憶など、教科書を読んで覚えたりすることなんかがそう。非真実記憶も2つのカテゴリーに分かれます。1つは、真実記憶、もう1つは、怖い意味です。真実記憶とは、体で覚える記憶のこと。例えば、自転車の乗り方や、水流なんかがそう。いっそあなたが目を覚まさなきゃいい。あなたを殺すか僕か。あふれて勃起してピエロ綱渡り、そろそろ愛しさも薄らいだところで彼を求めてみようか。僕にどうか悪役を忘れず、嫉妬に燃えるサタンは全て手に入れようとしたナポレオンも、この喉に手を突き当てている。あなたが差し込んだガーゼに紛れて、あなたの指と香り。
つくしを取りに行った思い出があります。祖父はアマチュアカメラマンで、私は彼のことを翔ちゃんと呼んでいました。とても優しかった印象があります。祖父は取ってきたつくしを卵と醤油で煮て食べさせてくれました。Let me speak in English. So, my mother language is only Japanese. Speaking mother language is too direct to tell you for me. And I want to communicate with many people through my works. Why?Do I try to think about memory? Why do I want to create something? I think each answer is very closed. Almost people make their family and make their children. That is a very natural thing.But I will not make my child now. And now we can't